ジェムはオスマン帝国の定位請求者。カラマンと今夜の総督であった。父親は征服者、メフメト2世。メフメト2世は失作の才能に長けていたジェムを息子たちの中で最も愛していた。メフメト2世の存命中、その制作に同調的な勢力がジェムを支持し、制作に批判的な人間はスイバス、トカト、 アマスイアの総督であった皇太子の兄、バヤジトの周りに集まっていた。1481年に、メフメト2世が崩御すると、大最小から間に、メフメトパシャがバヤジトと、ジェムに使者を送るも、ジェムの元に派遣された使者は道中で、アナトリア副官のシナンパシャに捕獲されたため、ジェムは、父の不法を兄よりも4日遅れで知らされることになる。バヤジトを支持する一派の先導のため、 あるいはカラマニメフメトパシャの財政政策と土地制度の改革によって被った損害に対する反感のために1481年5月4日にイスタンブールの家にチェリが放棄しカラマニメフメトパシャを殺害したバヤジトニ世イの不在につきその子コルクトミコが摂政としてイスタンブールの秩序を回復した五月十一日にバヤジトがイスタンブールに上陸して 皇帝への即位を宣告する。それからわずか6日後に、ジェムが4000人の兵士と共に稲ギよの町を占領した。バヤジト2世は大最相アヤスパシャハエカの軍を送り込み、弟の殺害を命じるが、5月28日に、ジェムはバヤジトの軍を敗走させた。ジェムは自分こそがアナトリアの君主であり、ブルサを首都に定めると宣言、バヤジトに、 ヨーロッパ側の領土を譲って二人で定位を分かち合うことを提案した。劣化のごとく怒ったバヤジとはその案を拒絶し、ブルサに進軍した。6月20日にイェニシェヒル近郊で両者は激突するが、この決戦はジェム軍の敗北に終わった。敗れたジェムは家族連れでマムルーク長が支配するカイロに避難せざるを得なくなった。 ピエール・ドビュスソンと共に食事をとるジェムカイロでは、アニバヤジと二世から定位を諦める見返りとして、100万アクチェ分の銀貨の提供を申し入れる文書を受け取るが、ジェムはこれを拒否して、翌年にアナトリアに出兵する。1482年5月27日に、今夜を行為するが、支持者であるアンカラの知事トラブゾン・ルメ・フメトベイが戦死し、アンカラに引き下がらざるを得なくなった。 遠征を断念して、カイロに戻ろうとするが、エジプトへの道のりはすべて、バヤジュと二世の手に落ちていた。走行ううしているうちに、聖意をネね士団の団員、ピエール・ド・ビュッソンに招かれ、6月29日に、品格として、ロドス島を訪れた。ジェムは、フランス王類11世の仲介によって、ハンガリー王マーチャー主一世と同盟を締結する、ことを試み、 とににフランスス渡っったたたジェムををせた船がロドス島を立った時バヤジと2世はベネツィア共和国にジェムの奪還を依頼したが成功しなかった。バヤジと2世はフランスに死者を送り弟の身柄をヨーロッパに留め置くことを要求し身の白金代わりの純金を例年支払うことに同意している。また、マムル区長も 多量の金貨と引き換えにジェムを渡すよう交渉していた。後に、ジェムは、フランスと教皇庁の取引の結果、ローマに送られることになった。教皇インノケンティウス八世は、ジェムを利用して新たな十字軍遠征の組織を計画するが、ヨーロッパ諸国の王公貴族から拒否された。また、インノケンティウス八世はジェムに、キリスト教縁の回収を持ちかけたが、ジェムはこれを拒否している。 いずれにせよ、バヤジと2世が、バルカン半島のキリスト教諸国への遠征をも論む、限り、ジェムの身柄はいつでも利用されたのであり、教皇はこの転移請求者を解放すると言って、威圧した。フランスをシャルル8世が、イタリア遠征を実施した際、シャルル8世は、教皇庁に、ジェムの引き渡しを求め、ジェムはフランスに引き渡された。シャルル8世のナポリ遠征に従軍するが、 1495年2月25日にカプアニテ他界した。当時の教皇アレクサンデル6世の実家であるボルジア家によって毒殺されたとする見解も存在する。弟の死を受けてバヤジと2世は3日間の服務を宣言した。またバヤジと2世はジェムの亡骸をイスラム教にのっ,とって葬るように要求したが、亡骸は死後4年経ってようやくオスマン帝国に戻され、 もう一人の兄、ムスタファの墓所に埋葬された。ムスタファ病ジェムは、ヨーロッパで長年にわたって、人質としての生活を余儀なくされ、その死後は、バヤジと二世により母や妻、娘は保護される一方で、男児はカズトを除いて同じく、バヤジと二世により、公主された。しかし一方で、ジェムは、ヨーロッパ生活においては、キリスト教徒の貴族並みの地位と、称号も与えられており、 例えば、アレクサンデル6世とシャルル8世は、ジェムとその息子、メフメトをサングコとして偶した。メフメト以降の子孫はカトリックに改修して、バヤジと2世による公師を逃れ、マルタの貴族サイード公としての立場を与えられている。ありがとうございます。